皆さんの周りにいる身近な人で有名人に似てる人いますか？私はいます。ジュゴンです。さあ、 E ワールドカップ終わりましたね。で、コインが配布されましたね。早かった。メンテの時に配布するのかなと思ったら、イベントが終わったらもうすぐ配布されましたね。順位確定して。本当に大丈夫？計算できてんの？って思いましたけど、配布されました。多分できてんでしょう。エントリーによってはね、コインもらえてるかと思います。ぜひ自分のアカウントチェックしてみてください。ちなみに私のアカウントは20コインでした。うん。思いのほか少なかったね。やっぱ母数多いから、あと期間もユーロとかコパよりも短かったから、あんま人やらないと思ったけど、意外とやるっていう。その結果コインが少なくなるという、そんな結果になったね。ランキングが非公開になる前に動画撮っていましたけど、やっぱり上位勢に入るほど今回はコインはもらえたね。まあ結果という風な感じだったのか、その辺も見ながら。今の、まあ、都道府県対抗、まあ、国体のコインもありますが、もうあれもエントリーした人は無理なんですが、今後こういう山分けイベントがあった時に、じゃあどうするべきなのみたいなところもね、ちょっと話していこうかなと思っております。ぜひ確認していってください。こんな感じで eFootballに関する情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また山分けコインいつかあるかもしれません。数々の山分けコイン見てきた知識量をね、活かしてなんかいい動画をね、今後も作れたらと思っております。いろんな動画上げてますのでね、合わせてご覧ください。さあ、今回のルールとして山分けコイン、コインがゲットできる順位っていうのが決まっていて、ベスト5、まあ1位から5位と10位、そして15位だね、こちらになったわけですが、まあコインがもらえた国っていうのが、フランス、アルゼンチン、ブラジル、イングランド、スペイン、日本と、あとサウジアラビア、こちらに決まりました。非公開期間が1週間。ちょっとなんかいろいろあって、ラウンド3のイベントが1日ずれたんだよね。まあそんなこともありながら、火曜日の11時までかイベントをやっていたわけですが、まあ、今回集計された結果を報告します。さあ、結果的にはこんな感じとなりました。先週集計分、10月13日の集計から、まあ、最新ゴール真ん中の方にある水色の部分だね。で、この1週間にどれぐらい増加したのかっていうところだね。ほぼ動きはなかったですね。もちろんゴールは重ねましたが、順位がひっくり返ったのはコスタリカとポーランドだけ。なぜひっくり返ったのかはよくわかりません。なぜ今になってコスタリカ頑張ったんでしょうね。ちょっとよくわかんないんですけど、単純にポーランドよりもコスタリカの方がやり込む人が多かっただけなんかな、だと思います。それぞれの国のそれぞれの国力が出たみたいな感覚でいいのかな。ただ上位層はシンプルに上位入ってると今回コインが多いっていうのは、まあ、事前に分かっていたことで、まあ、そこを目当てにエントリーしたっていう方は多かったのかなとは思います。そして初日の集計から一切ベスト5動きなし。これはユーロコパの時もそうだったし、今やってる国体の予選も基本的には変わってないです、トップ5なんで。まあコイン圏内、こういう5位までしかコインがもらえない、そんなイベントが来た時は、まあシンプル5位以内に入っておけば、初日ベスト5に入っているところを選んでおけば確実にコインはゲットできるという、そんな法則はやっぱ言えるかなって思います。さあ、そして今回の獲得コイン数なんですが、非常に少なかった。普通に少なかった。思ったよりも300とかもらえるかなと思ったんだよね。山分けコインの設定も確か増えてたよね、4億でに短かったんですけどね。フランス1位でしたが160コインです。ガチャ1回しか引けません。アルゼンチン2位でした、130コイン、ガチャ1回しか引けません。ブラジルが50コイン、イングランド、スペインが20、ちなみに10位の日本も20です。で、サウジアラビア30。うん、10位選ぶよりも15位のサウジ選んでた方がちょっとだけコイン多かったです。っていうのも、まあ、いろんな動画でコイン指標っていうのを出してたと思うんですが、その通りの結果になってます。毎回の動画コイン指標って出してたと思うんですけど、それ当てにならなくないと思われていた方、実際にそうでした。コイン指標の数が多いとこほど獲得数多いです。で、具体的に見ても、例えば2位アルゼンチンと3位ブラジル、獲得できたのは50コインと130コイン。まあ、2倍以上っていうところだと思いますが、指標のところも、まあ、7.9 から 18.6、まあ、2倍以上ですよね。いい塩梅に調整されていたかなと。まあ、ブラジル、フランス、この間見たら、まあ、3倍のね、コインがもらえてるわけですけど、まあ、大体いい線は行っていた。ぜひ、今後、国体予選もね、また動画出そうと思っておりますが、ここを参考にしてみてはどうでしょうか。まあただ集計早かったね。イベント終わってすぐコイン配布ってことは、まあ計算ね、裏でされてたんでしょうけど、あまりにも早かったよね。
果たしてもともとこれぐらいの範囲数と決まっていたのか、単純に参加者で割ったらこうなったのか、その辺は見えてきませんが、どうなんでしょうね。ちょっと気になってしまいました。そうか、まあ獲得数が出たってことは参加人数がわかるので一応出しておきますね。こんな感じです。まあ圧倒的にフランスが多いですね。1位だったんで、まあそうなりますよね。そうか、まあ2位アルゼンチンでしたけど、ブラジルの方が参加人数は、まあ、計算上多かったっていう計算になるんだね。イングランド、スペイン、まあこの辺は順位通りか。日本少ないね、15万人。日本ユーザーはなんかもっといるようにも感じるけど、どうなんですかね。サウジアラビア、まあ7万人弱。特に今後の国体の参加人数がちょっと気になりますね。ということで、いいワールドカップコイン情報でした。皆さんは獲得できましたでしょうか。まあどうだろう、このチャンネル見てた方は上位にかけろっていう話はしてたんで、動画出す前にねエントリーした人はともかく、動画を見てからエントリーした人はちゃんとコインもらえてるでしょう。まあただ決して多いかって言われると決して多くありません。むしろ少ないです。ガチャ1回しか引きません。頑張ってもコインがもらえなかったという、そんなあなたもまあそんなに悲観することはないでしょう。ガチャ1回分引けるか引けなかったか、そんな世界です。また国体の方もねまとめていきますし、これからの山分けコインイベントあれば発信していきますのでお願いします。他にもいろんな動画上げてるんで、ぜひ確認してください。3週間お疲れ様でした。今回以上です。ではまた。さあ、そんな時間が余ってしまいました、アフタートークです。まあこの部分ね、誰一人見てないんでね、言っていいと思うんですけど、アフタートークなんでね、見てないと思うんで、ここから先はね視聴者数ゼロなんで何言っても大丈夫です。さあ、今の山分けコインどうお感じですか。昔配信見たらコインとかアイテムがもらえるみたいな、そんなことありましたけど、今山分けコインコインあげるから大会参加してっていう、大会参加数かさ増しがひどいですね。今回コイン目当てでとりあえずエントリーして1試合したコナミの目線からすれば、コインとりあえず配っておけば参加数が増え盛り上がってるように見え、まあ今回ね FIFA と連動してねイベントやってますけど、それにつながる。まあいいんですけど、それでいいんですかね。昔のコイン配布配信見たらコイン増えるも、今考えればその実際に試合を見てほしいんじゃなくて、視聴者数言えてない、視聴者数、これをかさ増ししたかっただけに思えてきました。このゲーム数いるよ、そんなアピールどこかにしてるんでしょうね。アイテムに迷える子羊に餌を巻いてかさ増しして、まあそれが今回ね FIFA とつながれたというふうにも見えますけどね。果たしてこれはいいことなのか悪いことなのか、私はよく分かりません。一ユーザーから考えたらどうでもいいかなと思うところですけどね。まあ一応こんなことがあるよというアフタートークでした。まあ誰も見てないんでね大丈夫です。実際に本気でやった人何人いるんでしょうか。ちなみに私は20試合消化できませんでした。まあ理由はいろいろありますができませんでした。以上です。